はい、お疲れ様です吉さん、あの創価学会から出た国政政党って公明党っていうのがあるんですけどもどうもね創価学会がもうこれ以上公明党を支持できないってことで今ちょっとした問題が起きてるみたいなんですよ。それをね私昨日知って、まあ、YouTube いろいろとチェックしたりとか検索してみたりしたんですけども私もね全くと言っていいほどわからないところからなんで情報収集にちょっとね 手こずるところがあったんですけども丸一日たってみたらねいろいろとその筋の有名人とか有名インフルエンサーの方がなんとなくおぼろげに見えてきてあ例えばね創価学会とか公明党の中でこの人の発言はすごく重いよとかこの人はいろんな人の発言を取り上げて自分なりの見解を言っている一般の人だよみたいなのがね何でも見えてきましたね。で吉さんがね自転車やったり ナートビーやってたって話にもちょっとつながるんですけどもある程度繰り返していくから私でもね公明党とかそれから総閣会のこと全くわからないところからだけどもずっとねこうリサーチしていくとそこそこなんかね入ってくるというかで私の、まあ、YouTube 動画にコメントをくださる中でもちょっと関係ができていったりとかするんですよね。 でいきなりスポーツをやったりいきなり 100m 走をやったりいきなり自転車乗ったりいきなり二重跳びやったりっていうのはさすがに難しいと思います、うん。だからいきなりの活動には最初ね、まあ、いろんな凸凹ココがあると思うんですけどもやっぱりそれはずっとやってこなかったっていう,うー土台があるっていうことなんでしょうねきっとね。だから何かをやってきたっていう土台と、うん、何事もやってこなかったっていう土台、うんまあ、これはかなり大きいんで。 何かを始めようとする際にちょっとね地ならしを知るっていうかね、うん、準備運動をするとかね、まあ、そういうのは大事かなと思いますで徐々に徐々に、まあ、ストレスを与えるそのタイミングを増やしていけば難しいこともできるようになるのかなってところですね。まあ、それでね総合学会と公明党の話に戻りますけども、まあ、公明党も25年ぐらい自民党と連立組んで与党っていうのをやってきましたけどもやっぱりね荷が重かったんじゃないかなと思いますね。うん、ややっっぱり25年ててきても 創価、まあ、学会池田大作さんの思いとそれから自民党は統一教会じゃないですか統一教会の間で、まあ、かかなななりちょっっとねね無理をししたんじゃないかなって気がします、ね、どうもねその公明党を解答するつまり解散するっていうところまでなんか話が来ていたりとかねで公明党に対して創価学会の結構ねあの政治部っていうところがあるらしいんですけどもそこの重鎮の方が。 YouTube でかなりねあの怒っているっていうかね糾弾しているところがあったりとか、うん、まあ今回ねそういったところに今私もね改めてですけども注目してますねはいちょっとだけだから公明党総合学,学会のこと見えてきましたちょっとだけねはいそれじゃあ